この前ダイモンにクラブ取り行ったんでしょ。取り行った。それさ、取り行かないでさ、いつもそうやってなんか調整してるけどさ、そこら辺のショップで買ってきたやつさ、すぐ打ったらどうなの？アイアン左行ってドライバー右行く。あ、そうなの？あ、調整しないとね。なんで？平井弘明のワンナップゴルフ。打ってる平均的な内角では俺はアップライトすぎるし、あ、それでそれに合わせて振ったらドライバーは右行くから、うん、右と左しか行かないセッティングが出来上がるのね。そう、だから確かに、ね、わざわざダイモンまで行ってるけど、わざわざダイモンまで行く価値があるから、あ、そう行ってやってもらって、うん、で内角とか角度とかあのアングルとか調整をして、うん、でナイスボールが全クラブ同じスイングでなんとなく出るようにしてるっていう感じ。だからなんでアイアン左行くかっていうと、もう俺にとっては、うん、打ってるアイアンの内角ってアップライトすぎるので、うん、こうすぎるわけよ。あ、なるほどね。そう、こうなってて、うん、でよくね、アイアンがね、薄いトップしか出ない出ないって言うんだけど、うん、それはそうなんだよね。ここに当たっててさ、ボールがあって、うん、こうやって、うん、こうやってなったらさ、うん、これ届かないじゃん。そうだ、芯に届かない。トップしか出ないでしょ。あ、そうだね。そうで、こうやってなって初めてさ、こうやって芯に当たるじゃん。そうだね。そうで、こうやってなったら、うん、トップしか出ない、うん、でそれ芯に当てようとして深い位置にこうやっていこうとしたらシャンク出る、うん、でこの位置で深く入れようとしたらダフる、うん、そうだね。そうだから、結局ここがダフってんのよ。あ、そうだね。そう、こうなって、そうか。そうだから、ダフりで左か、トップかしか出ないのよ、うん、売ってるものそのまま使ったら。確かに。だあの内角こうやってやってどうやって打つのかって俺いつも思うわけよ、うん、え、なんでそうなってんの、その最初が。いや、わかんない。そういうもんなんだ。そういうもん。もう俺こうしか、だからほんといつかおでこ当たっちゃうんじゃないかな、ここが。ひろゆきに一番最初に直してもらわないときに、うん、これどうって言われて、おでこ当たっちゃうつっていつも来角グッそんぐらいこう見えるからね。あ、そんなに。ちなみにこれ2度フラットね。おうおうおう、標準から、うん。それでもまだアップライトに感じるからね。あ、そうなんだね。フラットには見えないから。そう。そう、だから、そのまま普通の感じで、うん、アイアン例えば買ってきました、うん。そのまま普通に自分の完璧なシャフト、うん、それこそラウネ入って、うん、バランスも俺のバランスで組んで、うん、で、来角直さなかったら左行くから。で、左行くでしょ、うん、左行くから、左行かないように打つじゃない、打つ、直さなかったら、うん。そのままそのスイングでドライバー持ってみなさいよ。パキャン、パキャンパキャン、パキャンですよ。右パキャですよ。あ、その市販のドライバーは今度右向いてんだ。右向いてるし、うん、そのアイアンで左の行かないスイングをドライバーでやるからドライバー右行くじゃない。ああ、そうか。そう、まっすぐ行くスイングしてないから。そっか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 。だからそのマッチングしないわけじゃん。だから2つのスイングを得なきゃいけないわけ、うん、はい、そう。だから難しいよね、ゴルフって。え、それと同じメーカーで揃えてもそうなっちゃう。全然なる。全然なる。あ、そう。全く関係ない話。全く。内角って調整してる人いるの？いると思うよ。そのまま使ってる人多そうじゃない？例えばね、フィッティングで、うん、こうやってなる。こうやってなるスイングだとするじゃん。こうやって手浮いてね、うんうん。それでさ、こうやって当たるじゃん。まあ、そう、うん、そうだね。こうやってなるじゃん。うん、で、これさ、トーダウンしてるでしょ。うん、要は、これがさ、こうなってんのがいいじゃない。うん、うん、うん。で、こうなってるってことはさ、内角アップライトにしたらこうなるじゃない。そうだね。そう、だから、例えばね、うん、フィッティングで、うん、実際の話ね、これ、うんうんうん。フィッティングで、こうやって打って、トーダウンしてますっつって、うん、お客様はもっとアップライトなクラブがいいですねっつって、うん、これを直さないで、これ直したっていう。ああ。そういうことね。どうなの？そういうことね。うん。でもさ、前も動画でやったかもしれないけど、うんうん、フィッターもスイングしてる人も悪くないじゃない。あ、そうだね。やった、やった。うん、やった、うん。そう。要はこういうこと。まあ、そうだけどね。
そう、そうなんだけどだよね。あ、そうだよね。だってフィッターなんだからスイングのことはさ、言わないもんね。レッスンじゃないじゃない。そうだよね。ね。うん。そう、だから、誰も悪くないのに被害者が出るっていう。いや、そうだよね。いや、それは、もそう、同じ反応して気がする。いや、そうだなっていう。誰も悪くない。これ実際あった話だから。やばいよね。だから、スイング直せないじゃん。うんうんうん、ね、そうだよね。フィッターは道具で直そうとするってことだよね。フィッターも悪くないし、だって内視ショット出ちゃったらそれがいいと思うし、ああ買う方も、うんうんうん、だから俺が市販品を買ってきてすぐ打ったら、うん、ほぼほぼ効かないから、うん、あで今度ドライバーに合わせるじゃん、うん、ドライバーやっぱりまっすぐ行かしたいじゃん、うんうん、ドライバーまっすぐ行って、うん、で今度アイアンまた戻ってくるでしょ、うん、ちょっとアイアン左のダフリしか出ない。そうだよね。そうだ、それの繰り返しなんだって。だからセットしないといけないわけだ、クラブを。セッティングをしなきゃいけない。そうだよね、うん、そういうのも含めてアライメントだからね。ああ、ハンドル調整みたいな、まっすぐ行くところってことね。そう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 。じゃあセッティングってそのスペックじゃなくて、もののね、うん、スペックだけじゃなくて自分に合ったように調整するってことだね。そうそうそう。それのが大事だね。あ、トール君、この芯に当たるヒールのこの潜りって、うん、さっきの分かった説明、俺の。うん。大丈夫。うん。見てる人も分かったかな。え、分かんじゃない？だって。分かるよね。え、だって、その、こう、だから。芯に当てようとしたら、うん、底辺がここに上がるから、うん、ここの部分がダフってますよってことね。いや、そういうことだよ。あ、まあ、うん、そうなるから、うん、ダフリチーピンしか出てない。そうだよね。だからそう、セッティングっていうのが、うん、自分のアドレスもそうだし、そのアドレスに合ったクラブセッティングにするのもアライメントの中の一部になってくる。そうだよね。そっか。まっすぐ立つだけじゃない。うん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 。ああ、なるほどね。そう。そっか、来角が狂ってたらもう、まっすぐ立っててもまっすぐ飛ばないよとね。うん、だって、本当に、面白いように言ったら本当失礼なんだけど、うん、アイアンコアで構えてる人が左行くじゃない。うん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 、これをすぐ化してる人、ドライバー右にしか行かないってほとんどの人が言ってるんだよ。あ、そうだから、アイアンのスイングとドライバーのスイングが、うん、悪い意味で一緒になっちゃってるわけよ。別なスイングしないとまっすぐ行かないのに、両方。だからそれで、どっちかが当たってるときにどっちかが当たって、うん、そういうのが出ちゃう。もちろん逆もあるし。そうだよね。ほんとある。めっちゃくちゃあるな。だから一概にスイングが悪いわけじゃなくて、スイングが悪くて左右行ってるわけじゃないってことは、だから俺よくスイング悪くないからスイングあんま直さないって言うでしょ。そうだね。そういうところと結構つながんのよ。そうだよね。そう。だから俺があれだもんね、この400本も動画撮ってきた結論としては、ボールを当たる位置に置いて合ってるスペック使えば当たるって言ってるのと一緒だってことだよね。ゴルフのこと言ってないんだよね。そうそうそう。スイングのこと言ってるんじゃなくて。言ってないの。本当。本当そうよ。で、それが本当に頭の中ここで素直に受け入れてくれた方、うん、今日女性の方来られて、うんうん、本当に大げさ言えば、うん、クラブを体の右と左にこうやってヘッドを振っただけだ。うん、したら当たるようになったの。うん。いや、そういうことだなと思った。え、今までは右と左に振ってなかった。右と右に振ってた。右と右。うん、右と右。右と右に振ってた。ああ、ヘッドがね。ヘッドが。両方右でしょ今、うん、右と左に振ったのヘッドをね。ヘッドそうだ、ね、したらさ当たったの。決してふざけてないと、うん、そう、それぐらいヘッドが動くってことが大事ってことを分かっていただいたの、うん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 、でもうね当たった時に、うん、キラリになってたの、うん、で俺がね、うん、僕にこうやってヘッド向けてくださいっつって、うんうん、こうやってトール君が持ってるような感じでこうやってヘッド向けてもらって、でこのヘッドを今からね、俺がこうやってビンタするから、うんうん、こっちに行かないように我慢しててくれっつって、行きますよ行きますよって、うん、その感じですっつって。いつものね。そう、いつものやつ、はいはいはい、でこうやってインパクトのところに後ろに当たり負けしないようにガチンって、うんうん、球筋変わったから、こういう感じだったのか、うん、こうやっていくようになったの。ですよっつって。あ、じゃあ力がなかったわけじゃないんだ。そうできたんだけど、なんかね、あの力を入れちゃいけないって言われたみたい。だから必要最低限は入れますよ、うんうんうん、その最低限のレベルまで上げたの、うんうんうん、
球が変わったね。へえ。やったことは、まあ、変な話、力を入れていただいた、うん、ヘッドを右と左に動かした、うん、体を回転してもらった、うん、のみ。のみ。のみ。でも、いつもそれしか言ってないけどね。あ、そうだった。どれでも。そうだった。そうなんだよ。でもね、そこまでたどり着く手順が、うん、その方、ゴルフ歴は長いんだけど、うん、ゴルフをやった回数が超少ないの。あ、ほぼほぼ、今日初めてなみたいな感じで教えてくださいって言ったの。うん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 。だから、そこまで早くて、あ、そっか。ごちゃごちゃしてなかったのよ。そっか、何も入ってないから、ね。そう。何も入ってないから。綺麗に舗装されただけだった。ああ。だからもう、早いね。早かった。それは早いわ。すごい。そう。だから、球筋の変わるのも早かったし、うんうんうん、スイングがこう、なんとなく変わっていくのも早かったし、いろいろ早かったんだよね。うん、そう。それは、シンプルに、こう振ってもらっただけだ、うんうんうん、こうなってたのが、うんうんうん、そう。それだけで変わる。そう、だからそういうふうにこう、さっきの話じゃないけど、クラブも、こうシンプルに一つのスイングでまっすぐ行くようなセッティングになれば、うんうん、例えばそう言ったことも、パッとハマるんだよね。うんうん、だからそういう面でも、クラブセッティングっていうのは、すごい大事。内角ね。内角。もうだって一番最初に内角見んじゃない？プロって、はあ、気にするんじゃない？え、じゃあさ、シャフトが合ってないのとさ、内角がずれてるのだったら、どっちも直した方がいいんだろうけど、どっちが大事？10-0で内角。マジ？ロフトとシャフトが合ってなくたってナイスボール打ってるから。そうなの？そう。だってトリプル X だって A シャフト、うん、レディースの、うん、L シャフトとか、うん、だって、うん、まっすぐ打ってるから。ライカー変わってなかったら、まっすぐが打てないんだから。そうなの。俺たちあれじゃ、柔らかいの柔らかいのって言ってたけど、それよりライカクライカクって言わなきゃダメじゃん。来年やれば。全部ライカクの話。ライカクの話になる。全部でしょ？あ、全部。ライの話になるから。全部。誰も見ないよね、途中から。だから、一切曲がんないシャフト、しなんないシャフトと、うん、もう、まっすぐがキープできないぐらい柔らかいシャフトがあったとしても、ま、うん、っすぐは打てんのよ。だけど、来角はそれがまっすぐいかないの。自分で何かやんないと。はい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 。そう。もう、まっすぐいかないって言ってんだから最初。そう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 。だから、形状記憶ができれば、戻ってきたり、うん、その、まっすぐになる時間があるシャフトだったら、ま、うん、っすぐは打てんの、うん。そう。まっすぐがないもんね。これとこれじゃ。あ、そうだね。確かに。うん、だからまっすぐ行かないのよ。そうか、自分が変えないと、そう、まっすぐが現れない。現れない。常識の範囲内のシャフトの柔らかさだったら全然大丈夫。だから順ずれでないの。マジ？じゃあ X 使ってるぐらいの方が可愛いんだ。可愛い可愛い。まあ全然可愛い。ただ飛ばないだけ。あ、そうかそうか。しなれば飛ぶんだけど、だから X をしならせるように振ったらいいだけになるじゃない？うん。来客はそんなもんじゃないから。そんなにまっすぐ行かない。そっか。だからスイング本当変わると思う。そうだよね。めちゃくちゃスイング変わると思う。多分ゴルフ始めますって言って、うん、来角調整しないとショップがゴルフクラブ売ってくれない世の中だとするじゃない。うん、日本のゴルフ界変わるからね。お、スイングが変わるんだからだって。そうだよね。左行くぞ。左行き始めるぞ。そうなんだ。全然変わんない。本当に来角って超大事だ。ちなみに俺はドライバーが 1.5 度フラット、うん、でアイアンが2度フラット、うん、でもアイアンも 1.5 度フラットのもあれば、うん、2度フラットもあるし、うん、1度フラットのもあるの、うん、構えた時の、うん、構えた感じで決めてんのね、うんうん、だから均等じゃないのよ、はいはいはい、普通は 0.5 度刻みなのね、うん、だけどピッチングが確か1度、うん、で8番が 1.5 度かな、うん、であと2度とかそんな、うん、まあ、平均的に2度なんだけど、だそういうのでその見た目、構えた時の見た目の感じで全然変わる、うん、だからそういうので相当来角っていうのは球筋に影響出るんで、うん、1回ショップで見てみてください。ダイモンパフォーマンススタジオ行きますと、
これでもかっていうぐらいやってくれるってそうアングル出ますんで、ぜひその気になる方はですねショップ行ってチェックしてみてください。はい、で今回はですね、まあ、平井市販品使ったらそのまま買ってきたものを使ったらどうなっちゃうか、左アイアンは左行って、まあ、ドライバーが右行くっていうのがもう 99% だと思います。なんでセッティングをするっていうことは大事ですよね。自分のスイングに対してまっすぐ行くようにセッティングするっていうことをまずは打つ前にやっていただいた方が、まあ、調べるだけでもいいんで、ぜひやってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。